上空にこの冬一番の強い寒気が流れ込み東海地方では明日午前6時までの24時間に降る雪の量はいずれも多いところで岐阜の産地で70センチ平地で30センチ三重で30センチなどと予想されています岐阜県高山市では昨日から雪が降り続くなど県内の一部の地域で大雪警報が出されています JR 東海によりますと 東海道新幹線は雪の影響で、始発から名古屋から新大阪の一部区間で速度を落として運転する予定で、最大でおよそ10分程度の遅れが見込まれています。また、在来線でもご覧の通り、一部の特急列車の運休が決まっています。